米国男子プロコア選手権事前情報シルバラードリゾートノースコースカリフォルニア州 7123YD パー72画像グリーンで虫を追い払ったら弾が動いた無罰2週前にプレイオフシリーズが終了したツアーは11月末まで行われる周期シリーズフェデックスカップフォールで再開を迎える 年間ポイントランキング上位125人をめぐる来キシード争いがメインに変わり、全8試合の初戦が12日、木曜日に開幕する。昨年まで、フォーティネット選手権として行われた大会は、冠スポンサーの変更に伴いリニューアル。コースは引き続きカリフォルニア州のシルバラードリゾートが舞台となる。ランキングの資格で来季シードを確定させているのは、 8月の今季プレーオフ初戦に進んだ上位70人まで。また、ランク51位から60位までには来季シグニチャーイベント、昇格大会、3試合目までの出場権が与えられ、その資格を争う場ともなる。ランク50以上の選手も出場でき、世界ランキング6位のウィンダム・クラーク、大会2勝のマックス・ホマ、前年覇者のサヒスティーガララ6人がフィールドに入った。 投落戦場には46歳のマット・クーチャー、103位、やツアー2勝のパットン・キザイヤ、132位、ら。共にメジャー優勝者のウェブ・シンプソン、149位、とゲイリー・ウッドランド、153位、ツアー3勝のキャメロン・チャンプ、162位、は滑り込みに向けて高スタートを切りたい。日本勢は出場しない。 ランク84位でライキシード入りが濃厚な必殺値量は、